新年明けましておめでとうございます。今年もはるはるチャンネルをよろしくお願いします。どうですか、着物着てきました。本日はですね、1月2日でございます。大変混み合っているんですが、浅草にやってまいりました。浅草寺に行っておみくじ引いて運試ししたり、食べ歩きもしていきたいと思います。それではレッツゴー。浅草寺へ向かう列に並んでゆっくり進んでいきます。警備してくださる皆様、本当にありがとうございます。大迫力の雷門の下をくぐっていきます。なんだって、こんなに混んでるの？予想以上にヤバすぎた。寒そうだと思います。でも北海道2枚張ってるんで大丈夫です。防寒対策バッチリの、天気も良くてルンルンで進んでいく佐々木でございます。仲見世通りもゆっくり見たかったんだけどね、なかなか人混みで立ち止まれず。よし、ここまで来ました。あともうちょっとでございます。この辺りから今年は何をお願いしようかなって考えてました。皆さんは初詣行きました？何をお願いしたんでしょうか？さすがに人混みすぎて参拝中の動画は撮れなかったです。2つお願いしたんだけど、1つは教えない。はるはるチャンネルを見てくださっている皆さんが素敵な1年を過ごせますように。ドキドキおみくじ。おみくじ見ていきたいと思います。末吉いいよ中途半端末吉です。願望叶いにくいでしょう。今日だけ限定でいいかなこれ真面目と遅くに現れるでしょう。じゃあ年末あたりですかね。新築引っ越しいいでしょう。旅行もいいでしょう。お、ここら辺はいい。縁談付き合い悪いでしょうって書いてやばい、浅草ちょっと厳しすぎるよ。末吉にも厳しいな。でもなんか浅草これね 30% ぐらい今日が出るという噂がありまして、本当かわからないんですけども、今回は末吉で、なんか結構厳しいことも書かれてて微妙な感じだったので、すぐにまたおみくじ引くタイミング作りたいと思います。それまでは末吉で我慢します。ではお待ちかねの食べ歩き行ってきます。はるはるチャンネル。何食べよう。バナナチョコ待ち。食べられます。チョコバナナ、イエーイ。いただきます。うん、安定に美味しいでございます。ちっちゃい頃よく食べたわ。すごい上からです、すいません。ちょっと待って、これを一人で食べるにはここにね、この高さがある台があって、今この台に置けたのですごい上からになってます。ご了承ください。なんかさ、でもこれ身長差あるカップルみたいな感じで、なんかいい感じじゃない？いちご串食べていきたいと思います。これね、恋みくじついてるの。ここまで食べ進めて最後に見ていきたいと思います。いただきます。
うん、嬉しい。うん、カステラ、ハート型のカステラ、かわいい。お正月お餅いっぱい食べたのに大学お餅ばっか食べてるよ私。誰かの子なの？さてさて、小吉、小吉でした。出会いを相手に思いが通じず切ない日々を送るあなた、残念ながら叶わない人です。運気は上っていきますので新しい恋に行きましょう。身の丈に合った恋愛を楽しみましょう。え、結構渋いな。渋め。天秤座の人、私と相性いいらしい。血液型 A 型か O 型の人募集。いる？待ってます。いちご串食べたらさ、もっといちご食べたくなっちゃって、探します。いちご飴買ってきました。いただきます。食べそうかな。うまっ。飴なんか香ばしい。おいしい。うん、激甘、美味しい。うん、危ない。でも雨、危ない、痛い。みんなこれ怪我するから気をつけてください。痛い。美味しいけどね、美味しいけどね。待って、これカメラ置いて梅一旦潰します。皆さんもご用意できましたか？乾杯。うん、あ、多分私かき混ぜが足りなかったのかもしれない。ほんのり梅味って感じだから、がっつりかき混ぜた方が美味しく飲めそう。正月からこの酔っていきましょう。大盛り焼きそば一丁。お兄さんがいっぱい見てくれました。ありがとう。見て。あ。風強し。風強し。助けて。あ、すごい厳しい。いただきます。ちょっとアップすぎて気まずい。モザイクかけようかな。うん、うん、やばい。今日一おいしい。もう一番ダントツだね。焼きそばダントツです。超おいしい。からのね、梅干しサワー最強。癒しの力よ。ではごちそうさまでした。イエイ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 。たくさん食べて飲んで
ご機嫌なはるはる、隅田川沿いをお散歩中。お正月はどうしても食べてばっかりだからお散歩しないとね。ランニングしてる人もいて気持ちよさそう。私も走っちゃおうと。ようこそうさぎ年。ちょっとだけお散歩しにやってきました。浅草寺の周りはすっごい混んでるんですけど、ここはね、まあ人はいるけどそこまで混んでないので、写真とか撮りたい時とか美味しいもの買ってゆっくり食べたいなっていう時は椅子もあったりするので、ちょっとここおすすめかもしれない。食べ歩きもしまして、おみくじも引きまして、はるはるチャンネル1本目の動画はこれにて終わりたいなと思います。また改めて今年の目標とかははるはるチャンネル2本目の動画でゆっくりこうお話できたらなと思っているので、2本目の動画も楽しみにしていただけたらなと思います。2023年、皆さん素敵な年をお過ごしください。一緒に楽しい1年にしましょう。またね。最後まで見てくれてありがとうございました。グッドボタン、コメント、チャンネル登録お願いします。 Twitter や Instagram も覗いてみてね。それではまたね。